天狗です。サリです。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。去年は、うん、目まぐるしい1年でして、妊娠、出産。そうですね。で、その YouTube でも、うん、たくさんの人と関わりを持てて、コメントとか、うん、とても濃い1年になりました。そうですね、ほんまに。うん、人生生まれてきた中で一番動いた年かな。うん、去年がね。まあ、今年も。うん、そうですね、また飛躍の年にできたらいいなと思っております、うん、はい、新年一発目の動画は、うん、東郷の成長記録を、うん、はいはい、お届けしようかと思います、うん、写真とかその辺でちょっとご覧いただこうかなと、はい、ではご覧ください。はい、どうぞ。これが生まれた当日8月31日です。で、一生懸命こうやってミルク飲む姿がもう愛おしくて、うん、ずっと眺めてたのがで、飲み終わったらこの顔絶対ないな、これね、絶対この顔。そうそうそう、で、新生児はそれにちっちゃくてこう、うにょうにょスローモーションで動くのが可愛い、うん、で、これが退院した日やな、退院日かな。あ、これ初めての僕、沐浴頑張ってなんかわからないながらに頑張りましたね、うん、1ヶ月間頑張ってくれたね。そうそう、担当は僕だったんでずっとこうやってやってました、うん、サルサやるなっていうのも産毛も濃くて、ザ新生児って感じ。でもちっちゃいね、ほんまに、うん、細い、ほんまやな、全体的に細いな、確かに。で、顔もちょっとまた全然違うお猿さんやもん全然お猿さんやん、猿さん、うん。これがお宮前の日に、うん、1ヶ月に1ヶ月やね、うん、はい、これがだいぶ経った沐浴そう、だいぶこなれてきてるでしょ、うん、どすこい、うん、彼も。で、これがお食い初めの時かな。そうそう、お食い初めの時ね、しっかりブクブクになりました。そうそうそう、初めてのイベントやな、うん、だから、生まれて生後100日かな、そうそうそう、100日経った時の頭です。もうしっかり顔もしてきて、拳もね、口の中にハムハム入れてる感じ最近のブーム。そうそうそう。で、初めてのクリスマスと、うん、これがもうほぼ最近かな。うん、そうやね。3ヶ月。そうそうそう。しっかりね、反応もしてくれるようになって、笑うようにもなってくれるようになったんですよ、やっと。そう、やっとなんかこう楽しくなってきたね。うんうんうん。いつ笑うの、いつ笑うのとかいう思ってたけど、最近になってやっと表情が豊かに。で、こうやって服でも遊ばれて、今は4ヶ月になりました。トンゴです。こんなにね、大きくなりました。はい4ヶ月です。うん、今4ヶ月です。ちょっとハゲ散らかしてきてますじゃあまたね、次回の動画でお会いしましょう、はい、じゃあね、バイバーイ。